先生、それなんですか？あの日、あの教室で僕らの人生は何かが変わっていたのかもしれない。先生に似てるなと思ったんですけど皆さんもこれから10年経ったら27歳になります。私の今の年に必ずなります。遥か空に望遠、音もなく、高段の山。アイドルになりたかった。小説家になりたかった。諦めるのが怖かったんだ。夢だった役者の道を諦め、私にはもうこれしかないんだ。うわまるで僕らは永遠好きなのに。後悔しないように。夢を諦めるのは夢を諦めないより勇気がいった。夢見て あなたに聞かせたい歌があるんだ。やっぱり役者になります。なりたいっす。27歳にもなってカラオケの真っ最中に会社を辞めた話は最高に好きだった。